皆さんこんにちは、セブンコンディショニングの三村です。今日のテーマはですね、ぎっくり腰をやった時にこの体操をやるっていうことで、お伝えしていこうと思います。はい。でまあぎっくり腰なんですけども、腰痛っていうジャンルに、仕分けられると思います。で、腰痛、まあ不定愁訴、体の不調というですね。でその体の不調っていうのは、その背骨の歪みから来てるケースっていうのは結構多いんですよ。で、その背骨の歪みはなぜ起きてくるのかっていったところなんですけども、ちょっとね、体の不調っていうのは、まあ、予兆っていうのがあるんですよね。はい。でその不調、予兆っていうのは、日々のこの生活の習慣によって積み重ねていって、ある日腰痛っていう形に現れたりとか、あとはまあ肩こりにつながったりとか、頭痛、めまい、耳鳴り、いろんなね症状につながると言われてます。はい。でちょっと僕のことをお伝えすると言いますと、まあぎっくり腰過去2回やったんですけども、その2回とも結構予兆っていうのはあったんですよ。結構忙しかったなーって言った時に、突然前かがみになった時にボコーンともう体に電気が走りました。あれは本当にね、ぎっくり腰になった方は分かると思うんですけど、電気めちゃくちゃ走りますし、痛えっていうような感じになるんですよね。予兆っていうのを、まあこんなケース結構注意した方がいいんじゃないかなって言ったところをお伝えしていこうと思います。でもう一つは、まあぎっくり腰になった時にこの体操っていうのをやってみてくださいっていうのもね、今日3つご紹介したいと思うので、ぜひこのまま見ていただいて学んでいただけたら嬉しいです。はい、はい。では早速なんですけども、ぎっくり腰になった時にはまず大事なこと、これ仙骨枕を使ってください。はい。ぎっくり腰になった時にはこの仙骨枕を使うと効果抜群です。はい。でこれなぜかというとですね、まあ、仙骨枕って要するにその矯正っていうところじゃないですか。いきなりその体操っていうのはなかなか難しいですし、現にこういろんな体操ね、動画でご紹介していますけれども、あれやるってすっごい大変なんですよ。やっぱりそのぎっくり腰はもう動けない状態なのに、こう無理やり体操してもっともっと痛いとかってなる、結構しんどいですし、現に僕はやんなかったです。はい。なのでまずですね、ちょっと順番を変えてみたんですよね。はい。背骨コンディションで大切な緩める、矯正する、筋トレするっていうところの、まあ緩めてから矯正するっていう流れがいいと思うんですけども、僕逆にしたんですよね。最初に矯正するっていうところからスタートしていたんですよ。で、そのなぜ矯正するっていうところからお伝えすると、まあ、動画の中でちょっといろいろね、お伝えしてきてますけれども、まあ仙骨の歪み、それによって腰痛が起こるっていうところなんですけども、仙骨っていうのは後ろに出てしまってると、でそれをまず戻してあげる作業から必要になるなっていったところで、この仙骨枕を、はい、仙骨枕を当ててあげて、しっかりと正しい位置に持ってきてあげるっていったところからスタートしました。はい。でその上で、まあ、症状緩和するんで、その状態から、まあ、体操していくっていうのをやったんですよね。まあ、その流れでやっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。では、具体的にどういった症状がね、僕に起きたかっていうとですね、まあ、要は、仙骨がポコーンとこう、後ろに出てきたっていったところで、その、まあ、仙骨って要は背骨の土台なわけじゃないですか。で、この土台が、まあ、後ろにずれることで、上にあるこの腰椎っていうのがやっぱずれ込んでくるっていうところなんですよ。で、真っ先に、右足に症状来たんですよね。はい。で当時なんですけども、あれね、確か朝の時間帯、まあ、シャワー浴びて、でこう体を拭いてたわけなんですけども、その時にこう足を拭こうと思ってですね、こう背中をガーンと丸めて右足をこう拭こうとした瞬間に電気バーンとこう走ったわけなんですけれども、その時にもう足先までも電気バー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 とこう走ったわけなんですよね。でその後やーべーってなってたわけなんですけれども、まあ右足先がちょっとまずしびれてきた。でそのだんだんと太ももの前がしびれてきて、結構張ってる感じがあったんですよね。でまあ痛かったっていうところですね。実は言うとですね、まあ当時背骨コンディショニングのパーソナルトレーナー講座っていうのを受けてたんですけども、それは確かね8月だったんですよ。で8月のパーソナルトレーナー講座で、まあ、その日の、午後に背骨の矯正の練習っていうのがね、時間であったんですけれども、その午前中にバコーンやっちゃったんですよ。結局その背骨の矯正の練習に行ったんですけども、まあ、結構でも調整してもらったりもしたんですけど、なかなかね、難しかったなっていうのがありました。なんとね、背骨コンディショニング協会認定のパーソナルトレーナー講座を、受けてるその期間にぎっくり腰やっちゃったみたいなね、はい。ありました。で、
まあ、講座に行った時にですね、まあ、先生にこう調整してもらったっていうのがあったんですけど、まあ、めちゃくちゃやっぱりすごい良かったですね。はい。だからぎっくり腰っていった時の症状って、最初右足先に、足のしびれが起きて、太もも前がしびれてきてっていうところですよね。で、それで3つの体操っていったところで、まあ、仙骨ゆらゆらっていう種目で、あと腰痛ゆりかごで、あと、まあ、上体倒しっていうのはちょっとこれやっていきました。はい。じゃあちょっと皆さん早速ね、体操の方をご紹介していきたいと思いますので、ちょっと画面切り替えていきます。はい、ではですね、体操の方を進めたいと思います。体操の時に必要なものは、これ仙骨枕、はい、でこの仙骨枕がない方についてはこのフェイスタオル、こちらを使うことでも大丈夫です。はい、でフェイスタオルをこうぐるぐるっと巻いていただいて、これを、仙骨枕の代わりに使うことはできます。で、先ほどのですね、動画の中で、3つの体操、上体倒し、腰痛ゆりかごで、仙骨ゆらゆらって言ってしまったんですけども、仙骨ゆらゆらではなくて、正しくは、お尻ゆりかごでした。はい。すいません。この、一応これ、背骨骨子の協会で、発行している、ベーシックブックの中で、お尻ゆりかごっていうね、書いてあります。ちょっとね、結構名称を私間違っちゃうことがあるんですけど、正しくはこれお尻ゆりかごってなってます。はい、ちょっとこの体操っていうのをね、ご紹介していきたいと思います。はい、はい、では仙骨枕が、ある方についてはですね、仙骨枕のこちらの面ですね、よいしょ、これこちらの面です。はい、でこれを、まあ、仙骨にあてがってあげるってことなんですけども、まあこのお尻の骨、出っ張りが2つあるんですけど、これ上腸骨棘ってことですね。でそこの間が仙骨になります。でそこの仙骨に、当ててあげるって感じですね。はい、まあ、こういう感じですね。はい、ここが一応起点になります。でその状態でよいしょ寝ていただいて、まずはこれお尻ゆりかごですね。はい、まあ足をですね、まあ肩幅ぐらいに広げてあげて、でそのまま足をしっかりと引き寄せてあげる。でその状態からイラ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 入れてあげて、後ろに出てる仙骨を前に押してあげるっていう感じです。はい、で最初まあぎっくり腰、まあ、これでもちょっと大変かもしれないですけど、やっぱりこう出てる骨っていうのをしっかり矯正してあげるっていうところからスタートしてあげるといいと思います。で、続いてなんですけども、はい、では、仙骨がですね、やっぱり後ろに出てくるとこの腰椎っていうのも後ろにボコンと出てくるんで、その腰椎もしっかりと戻してあげる、体操、セルフ矯正ですね、ご紹介したいと思います。まあ、腰椎ゆりかごってですね、これをご紹介していきます。はい、で仙骨枕の次はこちらの面ですね。はい、この丸い面ですね、こっちの面を使っていきます。でこの丸い面を腰の先ほどお伝えした上腸腸骨棘っていう骨の上の部分ですね、ここちょうど、仙骨の上が、ちょうど仙骨の上が腰椎の5番で、そして4番で、ここの部分に当ててあげるので、先ほどお伝えしたこの上腸腸骨棘の、ちょうど真上、すぐ上のところですね、ここに仙骨を横にして当てがってあります。こういう形です。はい、ではその状態のままよいしょ腰に当ててあげたら、はい、先ほどでしたね、このままよいしょ足を抱えてあげて、こういうふうにゆりかごのように足を持って引きつけたりとか離してあげたりとか、こういうふうにして、足を動かしていきます。でこうすることで後ろに出ている腰椎を前にゴーンと押してあげるっていう感じになります。という形になります。でそれができた上で、まあ、仙骨はめました、腰椎はめました、で最後はやっぱりちょっと緩めてあげるっていうところで、上体倒しっていうのをやるのがおすすめです。はい、上体倒しはこういう形ですね。はい、自分の手を、引きつけてあげて腰をぐっと反らしてあげる。で片方の足をカエルの足のようにして、畳んであげて、そのまま左右に倒していくっていう感じです。動きとしてはこんな感じです。でこれを、まあ、左右30回
やりましたら、あ、左右とか、片方の足を30回、1、で、2という形で30回やりましたら、足を変えてあげて、同じように30回やっていきます。はい、という形でですね、はい、という形で、体操をやっていただけたら、ぎっくり腰結構ね、僕の場合は良くなったんで、ぜひこの3つの体操、最初仙骨をはめてあげる、腰椎をはめてあげる、で上体倒しっていうのでやってあげるといいと思います。はい、はい、では皆さん体操のお疲れ様でした。はい、でまあぎっくり腰になるとね、動けないっていうのがあると思うんですけども、まあ僕自身もやっぱりそのフロア上がった時にですね、まあぎっくり腰になってなって、もうまあ、立つだけでは辛い状態だったんですよね。で現にその、鏡で映る自分の姿を見てみると、まあ、へっぴり腰になってて、もう本当に痛いなというところですね。はい、でもう息が詰まるほども結構大変だったっていったところでしたね。はい、でまあ、ぜひね、ぎっくり腰になっちゃうと結構ね、マイナスなことやっぱ多いですし、やっぱりなってほしくないっていうのがあるんで、それをちょっと予防するためのちょっとお話っていうのをね、したいと思います。はい。で、まあ、結論から言うと、まあ、要はこう疲れてくるとやっぱぎっくり腰になりやすいっていったところなんですよ。で、要は体が歪むっていうのはやっぱ体、その疲れてる状態で徐々にこう歪んでいって、最終的に、まあ、例えば前かがみになった時に、要は仙骨がポコーンと一気にこう外れてしまって、結果的にそれが、まあ、神経が引っ張られて痛み、ぎっくり腰、まあ、痛みにつながるっていうところなんですよね。まあ、当時その僕がですね、まあ、本業が、まあ、忙しかったっていったところと、あと、まあ、夏の暑さで結構消耗して疲れていたっていったところで、もう一つですね、そのパーソナルトレー、背骨コンディショニングのパーソナルトレーナー講座を受けていたっていったところと、あと、まあ、なんとかね、その週に1回そのブログの記事を更新しなきゃいけないって、結構ね、いろいろやってた時期でもあって、結構疲れ、体がね、こう疲れてたなっていうのは今思うとあったなと。いうところですね。なんでその皆さんもぜひね、疲れてる状態って結構危ないと思うんで、ぜひちょっとその、その体を整えるって時間をね、ぜひ作っていただきたいと思うんですよ。で、おすすめなのは、まあ、僕の中ではやっぱりこう一日の終わりで、まあ、風呂上がりに、体操やっていただくのがいいんじゃないかなと思います。一回そこでやっぱ、体を整えてあげるっていうその習慣をぜひね、作っていただいてケアしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、では最後になりますけれどもね、まあ、ぎっくり腰にやっていただきたい種目っていうのは、この仙骨枕を使った体操ですね。ぜひやってみてください。3つありました。お尻ゆりかご。で、あと、腰椎ゆりかご。そして上体倒し。この3つをやっていただいて、まずは体の矯正から始めていって、緩めてあげるっていう種目でやっていただくと、いいと思います。はい。といったところで、そのぎっくり腰になる、前にもですね、ぜひその体を整えるっていう習慣をね、ぜひ作ってみてください。では、ちょっと告知になりますけれども、来月の、木曜日ですね、4月23日の木曜日なんですけれども、まあ、またお寺で、西宝寺さんの方でグループレッスンちょっとやりたいと思ってます。で、ちょっと平日の、10時から11時半の時間帯でやるんですけれども、まあ、そちら、ぜひ興味があって参加したいっていう方は、概要欄にサービスページに載せております。で、そこからそのお問い合わせフォームがありますので、そちらをご確認の上、お申し込みいただけたら、嬉しいです。はい。といったところで、この動画を見て、いいなと思ったことは、いいねボタン。そして、あと、今後こういったね、動画を、発信していこうと思うので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、次の動画を、通知されるのを、待っていただけたら嬉しいです。はい。ということで、ご清聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いします。この動画では背骨コンディショニングの体操の仕方やセルフケアに関する情報を発信しています。僕の動画を見て参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、さようなら。